はい今日は4月日日です今日のお話はまあ我流でもいいですね竜が首を持ち上げて始めた川柳川柳水の中にいた竜が我流してね首を持ち上げて今から飛び立とうとするって感じですねっていうのは、えっとね、この間ね私がね目をつぶって あのヤップ遺伝子のね魂と魂をね繋いだ感じどう,なったどうなるんだろうかなってイメージしたんですよそしたらねなんか竜の目が出てきたんですよねまあ今までねあの知り合いの人がね小兄さん目見たらね逆三角形でね竜眼だっていうんですね で、本人に言った、竜の目ですねって言ったら、うん、そうだとか言ったそうですよ。それでね、私、全然わかんなかったんですよ。竜の目ってどんな目なんだろうか、って。竜の目ってね、なんか知性とかね、そういうの超越してますね。それから、あの、人間のような目が全然ないんですよね。不思議な目です。んで、 なんでこんな話をするかっていうとあの私あのヤマト9のメンバーなんですよね今年の1月末頃入ったのかなほんでえー、っとですね今残ってるメンバーっていうのはもうね昔の半分ぐらいしかいないんですよところがね残ってる人たちってねやっぱね 知性高いしあの筋金入りなんですよ。でしかもね、なんか何人か話したところ、やっぱね、なんかね、特殊能力を持ってるんですよね、みんな。不思議とね、みんななんかの特殊の能力を持ってるんです。で、例えば私のチャンネルね、あのお話聞いてもらえるね人いるじゃないですか、チャンネル登録者。 おそらくね、半分以上の人はね、なんかね、特殊能力を持ってると思います。あのー、私の話なんかね、それは1000人にね、2、3人しかね、分かってもらえないと思うんですよ。だって、普通に聞いてたらさ、なんかバカの親父のね、独り言みたいにしか聞こえないはずなんです。だけど、聞いてもらえてね、ある程度分かってもらえるっていう人はね、やっぱね、その、 特殊能力あると思いますよ。今からね、それ自分、あなたたちは、あの自覚してくると思うんです。ちゅうのはね、我流なんですよ。ついにね、そのヤップ遺伝子が、なんかね。起動し始めたっていう感じなんですよね。あの、やっぱね、コロコロ騒ぎでね、もう踏みつけられて、踏みつけられてね。ついにね、なんか目覚めたっていう感じでね。 まあこういう話するとね多分1年後ぐらいには何,何人かが話し始めると思うんですよねちょっと早いんだけどすごく感じますだから、まあ、今あの読者もねあの自分の中に目覚めた何、ね、かのね能力がねこう目覚め始めると思いますよもう始め目覚めてる人もね たくさんいると思いますそういう意味ではね本当にねなんかすごい事態になったなっていう気がします多分ですけど終わりますありがとうございました